うん、このね、「わいしゅらい」なんとかなんとかっていう文章はつながっていく使い方もあるんだけども、うん、このまんま3つの単語をつなげて、「should I っていうのを。<あ>の why me とは違うんですか同じ、同じ,同じ、同じ意味、同じ意味。うん、ただ、このニュアンスといつ使っていいか、いつ使っちゃいけないかっていうときから、うん「へい、たかこ、can you take my garbage out for me? Why <should> I?」。 なんでよ<ー>本そ。日本語でこなんで私っていうのはまだ軽いと思うのね、私は。私にしてはね、このなんで私がしなきゃいけないの。だからもうちょっとこの「わいし s h っていうのはきつい言い方なのね、<ー>日本語の「なんで私」よりも、「わいしゅ h o って言われると、もう本当に怒ってる時に使うのを気をつけないといけないんだよね、この<ー>「w i t s i t u d e 私の姉に、You have to come and clean my house today, okay? 別に何も理由ないのに、You have to come and clean the house today.Say, why?Why should I? <laughs> そ,のその Why should I? っていう言い方だから、<laughs> もうよ,よっぽどこう嫌なことを頼まれたときとか、<laughs> 本当にしなくてもいいのにやれって言われたときに使う Why should I なのね。<laughs> これ気をつけないといけない。この ただ、なんで私っていう日本語の軽い言い方じゃなくて、うん、すごくきつい言い方だから。本当に嫌なのね。何言ってんのよみたいな。うん、なんでみたいな。なそう、うんな。なんでよなんでっていうその言い方で、ね。<laughs> <ー>きつい言い方なのね<ん>言い方がポイントなんだけどね。はい、Why should I? って。あとは、普通の文章として。Why should I invite Tag to my birthday when he forgot about my birthday? <laughs> 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 right? この「why should I」はもうちょっと理由があっていろいろ文章がつなぐんだけどももうちょっとどっちかというと「why should I」よりも軽い,言い方柔らかい柔らかいっていうかまだきついけどまだ、うん、そこまでお答えを言う,ん、そう why should I invite Tag to my birthday party when he forgot my birthday?」とか「<laughs> Or why should I help Takako? When she doesn't even say thank you とか、<ー>その言い方で、だから結構ねきつい言い方なんだけども、<ん>まあどっちかというとワイシュライっていうよりも <laughs> ちょっとやらかい。